去年6月、京都市。郊外のニュータウンで古い水道管が突然破裂しました。その衝撃で隣に埋まっていたガス管にも穴が。溢れた水はガス管を伝い、周囲の学校や住宅を水浸しにしました。1500世帯が断水、ガスの供給も止まりました。考えられへんようなことやね。水道管が破裂してガス管に入る。お風呂は入れないですし、で夕飯食事ももう火は使えないので。どうするのこれ。今ちょっと一生懸命トラックで湯持ってきてや。いやそれはちょっとできない。耐用年数を超えた水道管を全て交換するには市全体で1500億円かかると見込まれます。水道事業だけですでに1600億円の借金を抱えている京都市。更新のための財源をどう確保するのか検討を始めています。維持管理をどうするかということの大変さというのが、水道管の更新が料金の値上げにつながるのではないか、市議会では質問が相次ぎました。どういうふうな財源確保をしながら工事に当たっていくのかということでありまして、こういったことをしっかりね議論することなしに進むのでは本末転倒ではないかと。まあ、当然老朽管の入れ替え、全ての費用は料金に置き換えたらええと、こういう感覚ではいかんわけですね。財源不足の中で進むインフラの老朽化。京都市は抜本的な対策を打ち出せずにいます。どうしたらいいんでしょうかね。なかなか難しい問題だと思いますけども、なんとか必要な、特に排水管の更新ができるよう、財政当局とも、話をしながら、他の事業とのバランスも当然考えながらですけども、そのあたりは、必要なものはやっていくというふうなスタンスで、検討の方をしていきたいというふうに考えています。ネットでつながっている全国の自治体関係者の皆さん、真剣な表情でご覧になってます。スタジオにはゲストをお招きしています。東洋大学の根本雄二教授、このインフラの問題を財政学の観点から分析をしてですね、この社会の在り方にいかに影響を及ぼす問題であるかということを警鐘を鳴らしておられました。根本さん、このままいくと将来どういう選択を迫られることになるんでしょう。はい、日本のですねインフラ整備というのは、1960年代70年代急激に行われまして、これは人類史上最速のスピードだと思います。したがってそれから50年を経過した現在が、その老朽化してるわけですけど、老朽化も人類史上最速に起きているということなんですね。でそれで莫大な、作り替えの費用がかかるんですけれども、それを賄うための、日本の財政、地方も含めてですけれども、これは先進国で最悪の水準であるという、全ての要素が悪い方向に向いている状態だということですね。でこのまま老朽化を放置して、物理的な崩壊に向かうのか、もしくは無理に借金をして財政的な崩壊に向かうのか、非常にこう厳しい選択の中に我々は自分たちを追い込んでいるというこういう状況だと思います。お隣は元岩手県知事で総務大臣も務められた増田博也さんです。増田さん、ここまで来るまで分からなかったんですかね。正直言ってやっぱりどこの自治体もですねきちんと把握してないと思いますね。本来であれば道路であっても道路管理台帳とか河川管理台帳といったようなものを備えてなければいけないんですが、多くの自治体がこれからそれを作り出そうか、しかもそのちゃんとした現状把握をする
そのお金をどうやってひねくり出そうかという、まだその段階であってですね、私が岩手県知事の時に途中でこの問題気がつきましたね。で、実態をきちんと把握しようと思いましたんですが、もう資料が全くなくて本当に困りましたですね。はい、まずですね、なぜこの維持できないようなインフラを抱えることになってしまったのか、そのことを突き詰めた上で将来のことを考えていこうと思います。冒頭にご覧いただいたグラフをもう一度見ていただこうと思います。インフラの新規建設費ですけれども、90年代以降ですね、